だから兄さんと3人でお姉ちゃんについて話し合ってること。これからは私も入れて。アンジュ。どこまで知っている?大体は私が大人になってからじゃ細いわ。お姉ちゃんは一人で昼間の世界に閉じ込められてしまうから。ええ、ママたちがそんなことを?うん。やだ。ごめん。脅迫だなんて。いや、いいんだ。約束は破らないから。 そんな、薄い君を幸せになってもらわないといけないのに。こんなに迷惑ばっかりかけて、私どうしたらいいの?そんなに気にすんなって。え?母さんも大丈夫だって分かったしさ。でもそれじゃあ。いいって、マジで。でも。 今日も昼抜きでさ。お弁当。え?じゃあ学校とかでお昼にお弁当を提供するというのはどうでしょう?乗った。 This program was presented by the following companies.